皆さん、今年の夏海で遊ぶ計画はありますか？日本財団が発表した海と日本人に関する意識調査結果の中で、海に行きたいと答えた人の9割、海に行きたくないと答えた人の5割が、子どものうちに海を体験することが大切だと思うと回答しました。今日はそんな海を体験する前に大切な備えについて考えてみたいと思います。尾鷲海上保安部警備救難課長の細井さんにお話を聞きました。船で釣られに来られた釣り客の方が釣りをしようとしたところ波にさらわれてですね、で、沖に流されてしまった。しかしですね、あの救命胴衣をつけて見えたので助かったという。そして今回は実際に海の事故に遭遇した方にお話を聞くことができました。2019年4月19日磯釣りをするために熊野市を訪れていた泉俊之さんは午前5時30分ごろ高波にさらわれてしまいました。その時のことを泉さんは、転落した時は釣り場に行こうとして、その大きな波を見た時に、あ、これは飲まれると思って危ないと思ったので引き返そうとしました。その時に飲まれてしまった状況でした。一緒に来ていた友人が発見し118番、午前9時ごろに無事救助されました。救助が近づいてきた時はどのような気持ちでしたか？頭上の方でヘリコプターが旋回してたので、うん、助かったっていう風な感じでほっとした感じです。今回ライフジャケットは着られてたんですか？はい、必ずライフジャケットは着てます。で、はい、ライフジャケットも必ずちゃんと着用していただければなと思う。事前に渡船屋さんから結構波が高いからっていうので、はい、できる限りであれば、やめといた方がいいよっていう話があったので、うんうんうん、そういった周りの方の意見をしっかり聞くっていうのが一番いいのかなと。海でもしもの時にはどうしたらいいのでしょうか？浮いてる形っていうのがあるんですけど、ちょうど大の字になるようにして、もう上を見るようにして浮いていたので、大きく、要は面積が広くてハリケーンができました。こう立った状態で海の中にいると航空機からは小さくしか見えないので、なかなか発見が難しいです。はい、子どもにとって海での体験はかけがえのない財産になると思います。一方でもしものために子ども用ライフジャケットの着用などの備えが必要です。そして何よりも冷静な行動が必要です。皆さんも備えを万全にして海を楽しんでください。8月18日スポゴミ甲子園三重県大会を開催します。3名1組の高校生が対象で参加料は無料です。詳しくは海と日本プロジェクト in 三重県のホームページをご覧ください。海と日本。